はい、赤レンガ倉庫に来ております、兵庫県の赤レンガ倉庫限定の、肉シューマイです、鈴木ミロルの試合を見た後で食べたんです。もう少し肉汁があった方がより一層美味しいかもしれませんね。ちょっと肉汁が足らない気がします。